こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第52回目の流れのおたちゃんをお送りします。今は、10月の16日金曜日の11時半ですね。今日はね、珍しくね、お客様がたくさん来てくれましたね。忙しくてちょっと疲れましたけどね、ちょっと流れのおたちゃんを、作ることができますね。今日はね、僕にとってすごくこう記念すべき日なんですよ。このおたちゃんをね、始めたのが去年の10月19日なんですね。ですからこの流れのおたちゃん1周年なんです。1周年記念の、まあ今日は回数なんですよね。このおたちゃんを始めた頃はね、不安だらけでね、いつまで続くんだろうとかね、まあ、いろいろ心配してましたけど、皆さんのね、応援がね、すごかった。いいよ、話が面白いよとかね、いろいろ、コメントをね、たくさん寄せていただきまして、大いにこう、勇気が湧いてきてね、途中、3月ぐらいから今度、コロナ騒ぎで、僕の、コメントもね、ほとんどコロナ関連で、半年ぐらいは、続いたんですけどね、やっと流れのおとちゃん40年のこの話に、ね、最近は戻ってね、はい、また今後ともね、頑張っていきますんで、どうぞ応援をしていただきたいと思います。はい、このところね、カラオケ喫茶カヨの時代の話を、今日で3回目ですね。で、前に荒木さんというお客さんは、必ず3人の女性を、ついて見えるという話をしたことがあって、ね、そしてその3人の女性が、後々のですね、僕にとても関わりがあったという話をしたと思います。まず一人はね、伊藤さんという。で、もう一人はね、愛子さん、ね、今のカマンの昼からのママ、ね、愛ちゃんですね。で、そしてもう一人の方は亀戸のニューオールゴールという店のママ、ね、沢子ママですね。はい、この若い二人の話はまた後々、話しますけど、今日はね、伊藤さんというね、方を深掘りして、ね、話をしてみたいと思います。ね、この伊藤さんという方の、まず風貌なんですよね。相撲の小錦です。いますよね。方にこうそっくりな体型で、こう見るからに安定感があるんですよね。歌もね、とっても上手で、深い響きのある声でしたよね。で、その伊藤さんがですね、私は25年間五木ひろしのファンクラブに入っていたんですね。その五木ひろしさんがティアラ高等というね、この界隈では一番でかいホールなんですよ。1500人ぐらい入る素晴らしいホール、そこに、近々来るからマスター行かないかと、誘っていただいたんですよ。で、まあもう一人のお客様と3人で、その手荒工房に早速行きました。で、まあ当日は当然ね、超満員で、ね、素晴らしい、ステージでした、ね。で、その夜ね、この伊藤さんが、このまままだ帰らないで、マスターのカヨの夜の部に行ってみようよっていうことになったんですよね。世話になってんだから、たまにはね、夜の部にも顔を出さないといけません、ね。で、3人で行ったんですよ。そしたら、なんかお客さんがいっぱいで、ママさんがてんやわんやしてるんですよ。まあ、僕もね、世話になってると思うんですよ。知らんともできないじゃないですか。
だからついついこう手伝うことになって、一生懸命こう動いてたから、だから後で聞いた話です。伊藤さんがね、そんな僕の姿を見てね、この人をね、こんなんで終わらしちゃダメだ、ね、もう少しこういい場所をね提供してあげたいなと思ったらしいんですよ。それでまあちょうどねその頃その昼間の茅のママさんがねちょっと欲が出たみたいですよね。家賃をいっぺんに5万円アップするというんですよ。トータル12万ね。まあ昼間だけでそんなに ねなかなか大変ですよね。それでちょっと悩んでるところだったんですよね。まあ伊藤さん当然その頃も分かってて、今あの西大島で一軒ね閉店するお店がある、ね、よくあの知ってる大家さんのお店だから一度そこへ行ってみようよって言われたんですよ。まあ行っても僕はほらお金がなかったのでしょうがないなと思ったんですけど、まあ伊藤さんに誘われて行ってきました。それね、あの韓国料理ですからね、24坪あって広いんです。あなたはね、この店やる気ないって聞かれたんですよ。もちろん、それはねやりたいですよね。まあ、でも僕は営業時代にちょっとお金の面でだいぶ困ってたので、今はもう資金がないからダメですよって断ったらね、いやお金は私が何とかしてあげるからね、どうやる気があるなら真剣に考えればってまあ言われて、そうかやりたいってね。もともと AGU というお店をやってましたんで、まあ、昼からに関しては自信があるんですよね、はい、でまあお金はないけどせっかくねそう言って言ってくれる人があるんだからね、その時ね、つくづく、ある言葉が思い浮かんだんですね。それはね、芸は身を助ける、ね、まあ歌が好きで、いるからといえども一生懸命歌ってましたから、まあ、それを見て伊藤さんがね、五木ひろしを25年間応援したけど、一度も握手をしたことがない、ね。だから、ひろしを応援するよりもね、あんたを応援したくなると言うんですよ。そうか、ね、いやこれはね願ってもねチャンスですから、まあ、よろしくお願いしますということでね、カモンというお店をやることに、まあ、そこら辺はまた次回ねゆっくり話をしたいと思います。まあ、今日はね歌ちゃんの、ね、1周年記念ということでこういう話を、させていただきました。はい、本日のね歌のお友達は、まあ、1周年記念ということもありますので、定築レコードのね高村沙織さんという演歌歌手なんですけど、この間遊びに来てくれたんでね、ちょっと今度こういう番組があるからやってみないということで頼んだらいいですよということで、普段は歌わないね、今はね千と千尋の神隠しのテーマソングね、木村由美さんという方が歌っていますね、いつも何度でもを、高村さんが歌ってくれそうです。とても難しい曲なんです、ね、はい、さあそれでは高村さんお願いいたします。いつも何度でもです、どうぞ。その向こうできっとなる
はい、高村さん、ありがとうございました。はい、本当はね、せっかく僕はお呼びしたんだから、フルコーラスにしようと思ってたら、実は今、この曲を、プロモーションビデオを今作っている最中なんですよ。で、それを、今月の終わりには、YouTube にアップして、どうもこの高村さんは、この新しい分野ね、今まで演歌で、ダムに6曲ぐらい入ってますけど、新しい、全く新しい分野の歌に挑戦して、YouTube に上げたいということで、今日は1番だけ流してほしいということでね、応援しましょう。はい。それでは流れ剛のコーナーは、吉幾三さんの作品、あんた。あんたに挑戦したいと思います。します。なぜか寂しい今日の酒、外は冷たい、雨が降る。飲めば飲むほど悲しくなる、涙流れるグラスの中に悪い私は叱ってあんた、どこへ行ったのよ、戻ってきてよねえあんた。別れましょうと強がりを言ったつもりじゃなかった、濡れて帰るわ、雨の街、弱い私に冷たい雨が音も立てずにただ降りしきる、もっと叱って私をもっと、どこへ行ったのよ、戻ってきてよねえあんた。眠りたくない一人で帰りたくない一人で、私あるいはバカでした。傘もささずに夜更けの街を雨を包んで朝までずっと夜に酔えない今夜の酒
はどこへ行ったのよ。戻ってきてよねえあんた。ありがとうございました。あんたを聞いていただきましたね。はい、次回はですね、これも、大ヒット曲ですね。超四品ね、超四品の思い出迷子に挑戦します。まあ、今日はね1周年ということで少し、話がね長くなってしまいましたね。まとまりのないような話になってしまったんですけど、やっとね、本格的なこう寒い時期が、来ましたね。みんなで、風邪をひかないように、気をつけましょう。また次回よろしくです。